はい、おはようございます。金色の不死鳥じゃなくビールフェニックスの AMS ジャパンです。今日もお願いします。さあ、今日もですね、いろんなものをキンキンごとでキンプチ込んで飲んでいく現金シリーズ、これをねやっていきましょう。よろしくお願いします。さあ、今日もね、冒頭龍さんです。これちょっとかっこいいんですけども、金色の不死鳥じゃなくビールフェニックス来ちゃい、来た言うてますね。なんか嬉しいな。いや、やっぱビールね、好きなんでね、ほんとテンション上がりますね。ほんと龍さん、いつもありがとうございます。さあ、からのコメント紹介ですね。武田浩二さんからです。こちらにリクエストが入ってまして、瓶ビールと缶ビール飲み比べお願いしますってことで、全部で7種類のビール買ってきてます。これを前半戦後半戦分けてまして、今日からですね、後半戦一発目やっていこうと思います。さあ、今日飲んでいくのこちらですね。買ってきました、キリン一番搾りめちゃくちゃうまそう、やば。なんか僕はですね、この一番搾りがですね、このデザイン見るだけでね、よだれが垂れそうになるんですけど、缶ビールの裏側ですね、こっちも見てくださいよ。一番搾り麦汁だけで作る特別なビール、美味しいに決まってますと。さあ、喉カラカラですね、ぶっ決めていきましょう。さあ、今日もキンキンに凍ったジョッキ登場です。ダブルですね、テンション上がりますね。ジョッキしか勝たん、テンション上がった。やば、これアルコール分何パンだっけ。5% ですね。さあ、行きましょう。あー、やばい、喉カラカラですね。筋トレランニング後の風呂上がりですね。テンション仕上がってますね。もうね、ビールが飲みたくてしょうがないんですよ。めちゃくちゃ暑いしね、もうやば、毎日やばい、ほんと。あー、やば、よいしょ。一番搾りもね、美味しいんすよ。色めっちゃ綺麗っすね。これはテンション上がるね。あ、早く飲みたい。やばいやばいやばい。さてと、匂いがですね、苦そうです。こっちがちょっと、こっちの方がね、苦そうですね。色は同じだと思うんですけども、輝いてますね。やばい、さあ、じゃあまずちょっと瓶の方からね、2口ぐらい飲んでみましょう。いただきます、乾杯。ああ、やばい、うまい。缶の方ですね。ああ、なんか違う、こっちの方が飲みやすい。匂いもなんか癖がないっすね。今日のやつはなんか瓶の方が臭いっていうか苦い。いやー、汗吹き出るわ。やばい、こぼれる。セーフ。さあ、ガブ飲みしていきましょう。瓶の方ですね。いただきます。ちょっと残ってますね。なんかしっかり苦いな、今日のビール。でもうまいな。あー、汗がスプラッシュですね。やばいな。さあ、缶もね、やっつけましょう。いただきます。お疲れ様でした。ガブ飲みしてやりました。ちょっと汗がやばいですね、吹き出してますね。スプラッシュですね。で、今日のやつですね、一番搾り、これね、めちゃくちゃ今日もやっぱうまかったですね。最高ですね。で、瓶ビールと缶ビール、これガチでね、がっつり飲み比べするやつ、今日初めて明確になんか違うなって思ったかな。瓶の方が匂いからまあ苦くて、飲んでも苦かったですね。こっちの缶ビールの方ですね、なんか匂いも味もですね、苦味がちょっとね、抑えめだったかなと思いましたね。
いやこのね瓶とか飲み比べ結構面白いですね。なんかねこっちが美味しいと思うこともあればこっちが美味しいと思うこともあって全然ね違いが分かんないみたいなやつもあったんで結構面白いですね。まあとにかくねこのねデザイン見るだけでね僕は一番ねよだれが垂れそうになっちゃうビールなんで、もしですね飲んでみたくなった気になった方いらっしゃればぜひね試してみてください。さあ最後次回告です。このですね瓶ビール缶ビール飲み比べあとね2種類になりました。明日はですねこちら行きましょう。キリンラガービールですね。キリンつながりで飲んでいこうと思ってます。さあこれもね普段飲まないんですよ。めちゃくちゃね苦そうなんですけど全然苦くなかった記憶もありますし、まあ、久しぶりに飲むしね、まあ、この瓶とか飲み比べはやったことないんで明日もね飲んでみてなんか違いに気づけたらいいなと思いながらですねぶっ決めていこうと思ってるんでよかったら次回の動画もぜひご視聴します。はい、では本日もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。汗がやばい、もう一回風呂入ってきます。